どうも、鈴木あさぎのビログチャンネルへようこそ。はい、沖縄の朝でございます。朝食食べてます。タラン。沖縄のホテルマンの人はイケメンが多いですね。今日はね、この後ダイビングに行ってきます。鉛から作ってんだって。これって作れんだね。知らなかった。どうもね。なんでゴミ捨てるかね。こっちから一回入った魚はもう出られない。ふーってなってんだ。定置網。ここに人電も入る。へえ。この定置線で魚取って、でこれでいっぱい取ったらここで朝競りするんだって。イユの店。すげえ。シイラだ。シイラ。売られてんだ、ここで取れたてのお魚とかのでの料理。クミンチュ丼とモズク丼です。あとあれ、モズク天と魚天頼みました。あとおじちゃんがイカスミ揚げパンプレゼントしてくれたんで、ちょっとこれもデザートに食べたいと思います。モズク天いただきます。あ、できたて、熱々。うん、強みだけどなんかジューシーだよ。超美味しい。60円。このもずくのね、めっちゃ美味しいよ。ちょっとピリ辛な感じで、沖縄の小学校の給食とかで出るんだって。ここの港はね、トップマリンザンパっていうジンベエザメのダイビングショップの人が教えてくれました。ここショップだからさ、ジンベエさんも来るときみんな来てあげてください。ほら、ジンベエザメいるでしょ。青の洞窟とかさ、ファンダイブとかもやってるみたいだね。サトウキビ畑だよ。これ見てるとね、あのヘイダイを思い出すよね。続きまして、さっきのトップマリンのダイビングショップから5分ぐらいのところにあるね、サンゴ畑てます。なんか人工なのかな、のサンゴがすっごい綺麗で、もうそれだけ見るだけでもすごいなんか満足度高いっていう風にね、現地の人に聞いたので。ここサンゴの種類たくさんありまして、施設内には120種類ぐらいのサンゴがありますね。この大きなサンゴの枝を切って、で土台に固定あって、こういう風に苗を作ってまして、あの全部こういう手作りで。へー、おいおい、見える。かわいいね。あ、もう一匹来た。超かわいい。すごい、向こうの空めっちゃ曇ってる。多分ね、向こうがもうザーザーぶりだと思う。おいよー、かわいい。でかっ、トラフザメ。こんな近くで見えるんだ。なんか横から見る水族館とはまた違くていいよ、ここ。ここのサンゴもすごい綺麗。多分天気よくって空が晴れたらもっと鮮やかに見えるんだろうけど、綺麗に育ってるね。もうすぐそこ海だしさ、すぐ入れそうな感じなんだけど、もうだいぶ雨降ってきちゃったんで、また今度来たいと思います。一気に土砂降りです。前が見えない。お、いい感じ。はい、今日泊まる宿はここです。すごい素敵じゃない。ちょっとこれはまた別で、ホテルルームツアー撮ります。もうやばいから。ちょっともういい時間なので、あのチュラミ水族館行きたいと思います。もうね、すぐなの、10分ぐらいかな。
行ってきます。一回来たことあるんだけどね、もう全然忘れてる。初めて来た水族館みたいな感じ。一緒に回りましょう。とりあえずヒトデを触ってみよう。痛いです。痛い。これもこれもじゃない、なんかラッシュのボディバターみたいじゃない。いろいろ水族館行ってるけど、ここはもうほんとすごいね。圧巻です。夕飯はここです。ホテルのママさんがおすすめしてくれました。ここのお肉はね、アグーの肉が美味しいらしくてね、すごい綺麗。モモロースと三枚肉。はい、いただきます。いただきます。うん、おいしい。知らない葉っぱもね、いっぱいありますよ。これもしゃぶしゃぶするんだって。この葉っぱとかもそこらの葉っぱみたいだけど、美味しいのかね。なんだっけ。美味しい。シャキシャキして美味しいよ。